はい、皆さんこんばんは。おだて弥生所のもみまるにいる吉です。作曲サロン第6回始めてみたいと思います。今日はですね、まあ、雨棒が起きているんで、なんか後ろでゲームをやりながらしてるんで、急に参加してくるかもしれません。めっちゃニヤニヤしてる、やべ。めちゃくちゃ笑ってますよ。これでも今曲が流れてるんで、まだあるかも。さあ止めてみましょう。なんか笑っちゃう、意外とね、豆棒ファンが多いんで、パパが見ると笑うんだけど、パパが見ると笑うということでですね、昨日からじゃない、しばらくずっとやってるんですけども、昨日ですね、なんとちょっと自分的に失敗してたことがあって、このバッテリーのサンプルですね、このサンプルを、このスタート地点っていうのをね、設定するの忘れてたんですよ。この読み込んだサンプルのスタート地点っていうのが、今ここに無音空間があるんです、実は。なんで、打ってから、ちょっと実はね、間があるんですよね。これで大丈夫です。これをね、ちょっと失敗してたんですよ。なんで、これを、この無音空間の部分を変換してるので、これね、ここですよ。これで多分ね、かっこよくなってるはず。ちょっと聞いてみましょう。これ多分ね、スピード感違うと思うんだ。ちょっとのぺっとしてると思うんだけど、これをこうすると、これがオンタイムにね、なんかこう前出し感じがね、出てきます。はい、それでですね、第何回かで、このドラムゼロっていうところでですね、ゲートをかけたりしていろいろと変更してしまってたんですけども、一箇所ね、切れちゃってたところがあったんで、そこをちょっと改善したいなっていうふうに思ってるのと、どこを切れた？ゲートっていうエフェクトをかけたら、うん、音が途切れちゃったのさ。やば、失敗しちゃったんだよね。やばいよね。また書かないといけないじゃん。いや、そうだよ。そうなんさ、だからそれを今ちょっとやろうと思ってるさ。それでですね、今動画作ってるの？今動画作ってるよ。パパ YouTuber になるからさ。僕も YouTuber になれそう。うん、豆棒チャンネル作ろうぜ。ソナーの場合ですね、このトラックの複製っていうのはこれ実はすごい有効で、これをちょっと3個ぐらいに分けたいと思います。だいたい3種類ぐらいの音が混じってたイメージがあったんで、これをですね、3箇所に分けたいと思います。はい、3箇所に分かれました。で、このあと、とりあえずこれを3分割にしていこうと。で、この1回ね、こうスライスしてからこう並べ直すっていうのが僕よくやってたんですけど、それだとね、実はちょっとね、うまくないんですよね。で、このサンプルをこれで使おうと思います。なんで、リバーススネアと命名しましょう。そうしたらば、他のこの2箇所はいらないんで削除しますと。で、この後もここでまた入るんですよね。シュースパンって。なんで、ここもカットしまして、これらをいらないよと。見て。で、この後、セミセミぶら下がってっから
いいね。もうね、注目セミって関係があるんだよ。もう注目されたくてしょうがないんですよ、これね。セミって知ってる？足がね、開い死んだふりもできるからね。足が開いてるとまだ生きてて、うんうん、足がね、あれ畳んだったら、あれそいつはもうね、死んでる。なるほど。カラスに食べられないようにあれ、守ってんのよ。うん、状態がね、2つある。なるほど。それ覚えないとやばいよ。で、今回ちょっとやろうと思ってるのが、実はこのスネアとハイハットに関してはもうまるっと変えてしまおうかなと思ってるので、そうじゃない場所だけ残すようにしようかな。じゃあ、あれ、あ、いいのか。OKOK、ね、この辺とか邪魔なんで溶けちゃいましょうね。はい、ここでしょ。で、ここね。結構ね、このいろんなサンプルをうまくこう使ってくれてるんで、それをなるべく活かしたいなと思っています。ここにもなんかあるな。あ、これか、これだ、これ。ああ、なるほど。ここはこれで残しとこうか。ここかな。こうして、ちょっとね、ハイハット残っちゃうんですけど、まあそれはそれとして、ここもかな。だんだん慣れてきたぞ。ここもだな。こうするでしょ。ここにもいるな。そう、このチュ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 っていう、なんかこのスタッターみたいなのは僕が構成いじるときに作ったサウンドですね。あ、こういうのも入ってんだ。これをパンして、これを残すと、こうしましょう。シュー、ここからね、パーンって入ってくるね。はい、こうしました。これね、ちょっと豆棒じゃねえや、豆丸の、あ、これもこういうキュイっていうのが入ってるんで、これはこっちで残します。このキュイっていうのが入ってるね。なんだっけ。待って。マウスで、なんかこのホイールを右に傾けると右スクロールできるホイールのやつを普段使ってるんですけど、そいつが電池が切れてしまって、もうそのままになってますんで。え、なんでそんなつけんの？そのままにしちゃったんだよ。こうすっげー地味な作業をしてるんで、あれですけども、ちょっとね、せっかくなんでちょっとそういうのも残しとこうかなと思ってね。そんな感じでやってるんですけど、どうしてもね、ここら辺のこの音っていうのをちょっと残しておきたくて。
わりに近づいてるな。これで今、おおむね消えました。はい、かっこいいですね。かっこいいんだよな、これな。はい、ということで、ここの後、じゃあ何しますかっていうことになるんですけど、このバッテリーの、バッテリーの方のですね、サンプルでドラムワンショットをですね、ドラム、スネア、スネア、はい、これでこれいろんな音が入ってます。これどうだろうな、これちょっと試してみる。違うね。っていうのでこのもうワンショットのいいやつをやっぱりたくさん持っとくと、例えばこれ、しようかな、これな、この辺り、はい、で、の上でこれをループさせると、ループ設定、やっぱり一番なんか、それっぽいところあるんですけど、僕ね707すげえ好きなんですよね。ヤオヤはなんか軽いんだよな。909もそうですね。707のなんかロック感っていうのがすごい好きなんですよ。
カロイド。カレーだった。美味しかった。うん、めっちゃうまかった。うん。一番何が好きなの？ご飯。カレー。カレー？カレーうまいもん。そうだよね。わかるわ。じゃあちょっとこの辺でやってみようかなと思います。また収録ですね。で収録なんですが、これ実はあの連打するのに一つの場所でも別の場所も使えた方が楽です。このこれができるんで、じゃあちょっとやってみます。これループしてたわ。はいよ。
マヌモーアイの後ろでなんかノリノリになってます。それでね、思ったよりもやっぱりあれですね。まあこれでもいいと思いますよ。なんかこの辺はこのスネアとか良かったよ。この辺もこういうのもいいな。なもんでとりあえずめちゃくちゃミスってるけど、で次ハイハットのイメージですかね。ハイハットのクローズまあこの辺にセットして、まあオープンまあなんかまあ適当にこれでいいや。これのクローズにこれか
てこうかな。うん、まあ例えばの話でこれでよかろう。遊ぶというのが、うん、それがちょっと豆丸ですね。だからね、これやかましいのこれね。驚くほどやかましい。なんていうかな、適当に遊んだ中でいいフレージングみたいなのが見つかったら、それをコピっていくみたいな感じですよね。で、例えばここのパートであればズチャ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 っていうそのオープンとのやつが良くて、うん、ここね、これで他はなんかもう全然ダメだったんで、例えばですけど、まあ、これをね、これを2個か、2個でコピペして、これ消して、これをコピーして、例えばよ、これで1と、ああ、1じゃねえし、これを2ですね。っていう風にしますと。っていう風にやっちゃうみたいなね。で、まあ、これちょっとベロシティでいいかな。で、まあ、ここミスってますよと。てか、これ全部ミスってんじゃねっていう話なんだけど、こうしましたよと。で、そうすると、タカタッタッタカタッタッって欲しいんですよ、ここね。これを16タラッタッてツッツッ
たら。まあ、こんな感じで、まあ、様々遊びながら、どんどんとこういいフレーズを探していくっていうんじゃないでしょうか。今日はめちゃくちゃまとまりが悪いんですけれども、もう33分収録してますので、これで終わりたいと思います。早くね33分だ。早くないよ。じゃあ皆さんアデュー。最後アデューで終わるんだ。そう、アデューで終わってんの。 YouTube みたい。そう、これちょっとね流行らせようと思って、アデューって。そういう YouTuber もいるよ。そういう YouTuber いる。うん、もうじゃあ俺結構パクってるってこと。そうだよ。なんてこった。じゃあアデュー。パクってるよ。